ナンバーアンダーラインアイとつながれるチャンス。毎日ステーションヘッド配信限定ライブ情報も。アルバム、ノーアイ発売記念イベント、ナンバーアンダーラインアイとリアルタイムでつながれる。ステーションヘッドで、デートークライブを楽しもう。ナンバーアンダーラインアイの初アルバム、ノーアイの発売を記念したイベントが始まったことは、ファンコミュニティ全体にとって大きな話題となっています。このイベントの魅力は、 ただアルバムのリリースを祝うだけでなく、ファンがアーティストとのつながりを感じ、イベントを通じて新たな体験を共有できる点にあります。イベント期間中、毎日、ステーションヘッドでの配信が行われ、さらに特別な日に YouTube、Instagram、TikTok でライブ配信が実施されることは、ファンにとって絶好の機会です。これらのプラットフォームでの配信は、 ファンが異なる場所からもリアルタイムで参加できるようにするための工夫であり、アーティストとファンの距離を縮めています。特に注目すべきなのは、スタンプを集めてメッセージを完成させる仕組みです。この要素がイベントをただのリリース記念にとどめない特別な体験にしています。ファンが参加するたびにスタンプを獲得し、それを集めることで徐々にメッセージが完成していくプロセスは、ゲーム感覚を取り入れた巧妙なアイデアです。 メッセージが完成するまでのワクワク感や、ファン同士がどんなメッセージが現れるのか予想し合う楽しみが、イベント全体をさらに魅力的にしています。1日目の配信が終了する頃には、ファンたちはすでに SNS 上で、1日目のスタンプありがとうございます。どんなメッセージになるのか楽しみや、1日目完了。今回は愛からスタート、といったコメントを投稿しており、彼らの期待が高まっている様子がうかがえます。 こうしたファンの反応は、イベントが単にアルバムのプロモーションにとどまらないことを示しています。アーティストとファンとの双方向の交流を重視するこの形式は、現代の音楽業界において非常に重要な要素となっています。特に、ファンが積極的に参加できるインタラクティブな要素を取り入れることで、アーティストの活動が単なる音楽配信を超えた体験として共有されているのです。ここで問われるのは、 どのようにしてさらに深いファンとのつながりを構築し、持続的な関係を維持していけるかということです。ステーションヘッドを利用した配信は、その一例と言えるでしょう。ステーションヘッドは、音楽とコミュニケーションを融合させたプラットフォームであり、アーティストとファンがリアルタイムでつながることができるユニークな場所です。このアプリを通じて、ファンは直接的にアーティストとやり取りし、イベントの進行に関与できる点が魅力です。 これにより、ファンは単に受動的に音楽を楽しむだけでなく、能動的にイベントに参加し、アーティストの活動を一緒に体験している感覚を得ることができます。さらに、ステーションヘッドへの参加は、Apple Music の有料会員や Spotify Premium に登録していることが条件となっているため、ファンにとっても一層のエンゲージメントが求められます。この点で、音楽ストリーミングサービスとの連携がうまく機能しており、 アーティストのファン層を拡大するきっかけにもなっています。ファンの間では、スタンプを集めることが一種の共同体験として機能しており、これが彼らの間での絆を深めています。例えば、特定の日に配信に参加できなかったファンに対して、他のファンが情報を共有したり、次の配信を待ち望んだりする姿が見受けられます。このような相互のサポートや情報交換は、 オンライン上でのファンコミュニティの成長を促進し、イベント全体の成功に寄与しています。また、スタンプを集めることで得られるメッセージの内容が何なのかという予測や期待は、イベントが進行するたびに高まっていきます。このような予想外の要素が、イベントに新たな魅力を加えているのです。では、なぜこのようなスタンプシステムがこれほどまでにファンに受け入れられているのでしょうか。それは、 現代の音楽を聴くだけでなくアーティストとのつながりを感じ自分もその一部としてイベントに参加できる感覚がファンにとって重要なのです。特に若い世代のファンにとっては SNS や配信プラットフォームを通じてリアルタイムでアーティストとつながることが音楽の楽しみ方の一環として定着してきています。 スタンプシステムは、こうしたデジタル時代のニーズを的確に捉えたアイデアであり、イベントの成功を後押ししているのです。また、このイベントは単に音楽だけでなく、ファンがアーティストと過ごす時間を特別なものにするための試みでもあります。YouTube や Instagram、TikTok といったプラットフォームでのライブ配信は、アーティストがより幅広い層のファンにリーチするための手段として効果的に機能しています。これにより、 ファンは様々な形でアーティストのパフォーマンスやメッセージに触れることができ、イベントの一体感が高まります。特に、SNS での反響は大きく、リアルタイムでファンが感想や意見を共有することで、イベントの勢いがさらに増していくのです。このようなイベントが成功する背景には、音楽業界全体が急速にデジタル化していることがあります。かつては CD やレコードの売り上げがアーティストの成功を図る指標でありましたが、 現在ではストリーミング再生数や SNS でのフォロワー数、ファンとのインタラクションがその代わりを担っています。このデジタルシフトは、アーティストとファンとの関係性を根本から変え、より緊密で即時性のある交流が求められる時代となっています。ナンバーアンダーラインアイの今回のイベントは、こうした新しい音楽体験の一例であり、デジタル時代におけるアーティストとファンの関係の未来を示唆しています。 このイベントのもう一つの重要な側面は、ファンが単に受けてとしてではなく、アーティストとのつながりを通じて能動的に関与していることです。スタンプを集めてメッセージを完成させるというプロセスは、一見単純に見えるかもしれませんが、ファンにとってはまるでアーティストと共に旅をしているような感覚をもたらします。ファン一人一人が参加し、協力してスタンプを集め、最終的なメッセージの完成を目指すことで、 個々のファン同士が一体感を感をじ、アーティストとファン全体で一つのプロジェクトを成し遂げるという充実感を味わっています。さらに、このようなイベント形式は、ファンのエンゲージメントを長期的に維持するための戦略でもあります。従来のアルバム発売イベントでは、リリース日が過ぎるとファンの関心が薄れることがありましたが、スタンプ集めや日替わりのライブ配信など、連続性のある要素を取り入れることで、 イベントが進行するにつれてファンの期待が高まり続けるのです。特に、SNS や配信プラットフォームを活用することで、日常的にアーティストの活動に触れる機会を増やし、ファンとの接点を絶やさないことができるのです。ここで考えるべき重要な問いは、このようなインタラクティブなイベント形式が、今後の音楽業界にどのような影響を与えるのかという点です。最終的に、このイベントの成功は、 アーティスタンプを集めてメッセージを完成させるというアイデアはファンの好奇心をかきたてるだけでなく彼らがイベントに参加する動機づけにもなっています。またこのようなインタラクティブな要素を取り入れることでアーティスト自身もファンと直接つながる機会を得ており双方にとって価値ある体験となっています。